公文書などの資料の管理についてお伺いしたいと思います。公文書を求めたり資料を求めたりすると、なんか破棄されていたりとか隠されたり、まあ、開示されたとしても真っ黒で何も読み取れないものだったりというものがあったと思います。またあと1年以内の廃棄だとか、契約が終わる前に廃棄されてしまった、そうしても良いというものになってたと思うんですけども、そういった国民のまあ財産とも言うべきものが、何でしょう、管理されてないというか隠されたりするということについて、どうお考えかというところと、またまあ官邸などの面会記録なども、まあ、取らなくていいようになったりとかっていうのがあったと思うんですけども、そういうところに入られたときには取っていただけるかというところをお伺いしたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、皆さんからのご質問に直接山本がお答えをさせていただく、わからないときには皆さんから助け舟を出していただく、そういう形でやっております。ご質問いただいた方ありがとうございます。公文書の管理について、公文書についてここまで自由な国ないですよね。気に入らんところがあったら改ざん、気に入らんところがあったらそれをなきものとする、そんな自由なことが行われれば、その当時、これが未来の人たちがその過去に遡って一体どのような経緯があったのかということさえも検証ができない、過去を検証するということさえもこれはできなくなってしまうということが、この日本国内でこの数年の間に何度も起こりました。これは完全にこの国に生きる人々への背任行為ですね。それを考えるならば、私はメモに至るまでもこれは公文書として認定しなきゃいけないもの。だってその使ってる時間ってさ、税金使ってる時間でしょって、そういうことですよね。たとえメモだったとしても、そのちゃんとして出来上がるという形の公文書の前に、その公文書が出来上がるまでの成り立ちが分かるわけですよね。非常にこういうものは重要な、私は資料となり得るだろうと。でそのまま紙で保存するわけじゃないんだから、そんな難しい話じゃないと思ってます。なのでそういう形で私は徹底をしていくべきだというふうに思ってます。ありがとうございます。